立派だわ。シクソンだろ、オーソンだろ。お前の衣装を用意したぞ、ノー。今日はしかと務めるようにな。早く持ってこい。この衣装は皇太妃はどこに？当然来る気であろうな。今頃首を長くして迎えを待っておることだろう。なぜ私に衣装を？王様の迎えがなければ皇宮は来られぬ。話が違う。何が違うというのだ。本気で皇宮に炉の先祖を祀らせるつもりか。奴が肉を切り分けたとて先祖は喜ばぬ。小生坊の文を忘れたというのか。衣装を返すのを皇太夫はよしとしましたか。バカ者、200作ったに決まっておろうが。先生、大変です。貴族様たちが。
今日は国の祭祀で役所は休みだ。おのおのしたいことをしろ。私は郊外へ行くが、誰か一緒に行かぬか。先生、主催を頼んでおいて、この仕打ちはあんまりです。このままでは済ませられません。涙に暮れるというわけにもいかぬゆえ、いっそ首でも吊ろうか。思い出せ、我らには軍があるのだ。目にもの見せてくれましょう。どうか気を落とされますな。意地を張るでない。それでは子供と同じ、美女80人、名馬120頭が来た時から、私のことが皆煩わしかったのだ。既存氏は精進だ。たとえそうでもどうせよと。道なき国は去るべき。そうだな。私は先ほどまで呆然としていた。損得を考えてはダメだ。何を笑っているの？すべて元に戻った。戻ってしまったぞ。たかが主典の息子が何故大層な装束をつけ大物ぶった。すべて元に戻るのだ。何かといえば金の話だ。なんだ、頭の中は商売だけか。何を申すのだ。お前こそ考えが足りぬだろう。もし先生がこのまま去ってしまったら、おじけづいたと思われるぞ。よくよく考えてみよう。何事だ。先生、思考はとどまるべきだと。私は反対です。我らの怒りを見せましょう。先生、国の大事において愚弄されたのです。去ってしまっては連中の思うつぼでしょう。英国や祖国、新国で先生は尊敬されています。話が来るはず。すぐにでも先生を養殖に迎えたいと。そうなれば三冠氏は泣いても手遅れです。三つの国の王とは交流がない。習わしや国情も分からぬと申すに、どうして要職が務まる。先生、何もかも
銭があれば買えます。世の流れです。先生が去るのなら軍に極府の町を幾度となく往復させましょう。三冠士を威嚇し一歩も引かぬ。一人は銭で脅し、一人は兵で脅す。一人は私を夫人にし、一人は不義にする。それほど要職に就くのが大事か。先生の名は天下に知られています。国のために働いたのに締め出されたのですよ。恥ずかしめられたのは先生だけではありません。小生坊はずる賢く、陽子には多くの兵がいた。果たして私の弟子は、私が国に仕えねば天が落ちてくるのか。先生、分かってください。今はもう州の文王の時代ではないのです。思考の話が分かったか。カラスは皆黒い、白にすると言い張っても困るのは己なのよ。それが私なのか。先生、周公は天使が幼かったゆえ代わりを務めました。異例のやり方で功を残したのです。先生が御所を大事に仁義を抱え、志の高潔さにこだわるなら、この乱世を生きてはゆけませぬ。先生、戦乱の世に我らは激流に飛び込み、勇姿を見せましょう。皆も思考の話に賛成なのか。五国の王子鬼殺様は大したお方であったが、いつも酒を飲んでいた。あの時はなぜそこまでしたたかに酔うのかわからなかった。だが今はわかる。辛かったからだ。今の世は戦が続き、苦しみが絶えない。上下はなく、皆利を求めている。人は立派な衣をつけていれば苦しみを忘れられるというのか、楽しく歌えるのか。人者には不要なこと。臣下が君主を、息子が父を殺める、それはある日突然起こることではあらぬ。全ては掌握の積み重ねなのだ。掌握とは日常のほんの小さな悪事だ。自分さえ良ければと目をつぶって人任せにする。それが続くと世が乱れ、堕落が生まれる。私の学問は人の心の学問だが、思考と城は違う話をしていた。一人で時代は変えられぬ。されど無理を承知でやるのだ。私には皆がいる。これよりは皆も弟子を取り、仁の学問を広げてくれ。天下は変わる。人の心が変われば。先生、私も行きます。私も。良いだろう。皆で諸国を巡って仁義の火種を伝えよう。我らの足はどんな乗り物にも勝る。千里でも万里でも歩み続け、仁義の火種を皆の心に送り届けよう。
いつか私が死んでも皆に引き継いでいってほしい。なぜついてくる？思考は？先生は一旦旅立てばすぐには戻らぬだろうからと準備をさせています。帰りなさい。先生ですか？弟子と諸国を巡ります。先生、こたびのことは私の本意では。そうですか。私が宋国から戻ってきた時のことを覚えていますか？はっきりとは。お父上に三日大夫にしていただき、己は貴族になったと思ったのです。日々することといえば酒に陶計、無意味に過ごした。なれど資産様が亡くなり目が覚めました。こたびは既存様に感謝。責めないのですか？心から感謝している。嘘ではない。老子を含め数々の師が大道を伝えてくれた。それにもかかわらず今までの私にはこの極譜しか見えていなかったのです。先生、残っていただければ炉がこの先栄える希望も残ります。幼い頃この通りで小生坊や陽子と遊びました。アリの巣を壊しては水を注ぎ込んだ。人にとってはただの遊び、アリにとっては災いです。天と人の関係も同様でしょう。人とアリは違います。しかし極譜はアリの巣と同じです。二度と戻らないのですか？生きているうちに戻るかどうかは分かりませぬ。されど死んだら炉に埋めてもらうでしょう。私を覚えているか？どなた様か、どちらへ？私は覚えている。上殿をしていた頃門を開けてもらった。あの、まこと久方ぶりだな。町を出るのですか？今も門番なのか？感謝している。私に？なぜ感謝など？
門を開けろ。かけずお帰りをお待ちしています。お前は家族が極府にいる。帰りなさい。良き家老となれ、国の財も頼むぞ。それも弟子の務めだ。立って話そう。さあ立てな。先生、子孫様からこれを預かってきました。読んでいただければなぜかようなことになったのかわかると思います。王様と三冠士がこれを読めば信じるのも無理はない。妻子の一件も納得できる。小生坊が書いた通りだ。交渉や商売で思考を超える者は炉には誰一人おらぬ。勇猛に敵を斬り、兵を兄弟のように愛し導けるのは炉では城しかおらぬ。財を切り盛りし民を気遣えるのは善友のほかおらぬ。公平な裁きが行われ炉で三年間訴えがなかったのは妻与がいたおかげというもの。この高級が養殖につけば国はきっと我々のものになるであろう。あの野郎、死んでも人を陥れる。小生坊は手ごわい。私ではかなわぬ。兵を率い民のために働いてきた。寝食も忘れ三年間尽くしたのに、この文だけで小生母は私を任した。惜しくも賢者にはなれなかったがな。子孫様は悔いておいでです。私に必ずお連れして戻るようにと。それをしたら高級の国になってしまうぞ。先生、恩州にこだわり続けるのですか。国にとってよくありません。
よくぞ申した。善友、今ならたとえ三冠士と王様が来ても、周公と文王が生き返ったとしても、私は炉へ戻らぬ。一つの国に仕えてもその民しか幸せにできぬ。天下の民が苦しんでいる。お前には見えないか？国の大義にこだわるより、天下の苦難を救って行きたいのだ。天下にはあまりに長い間血が流れすぎた。洗って清めたい。お待ちを。どうか行かないでください。帰って何と伝えればよいのです。去るのも当然。炉は弱すぎて賢人には居心地が悪い。皇太夫がいては我らは悪者だ。今頃国境を出た頃だろう。死は言った。五十にして天命を知る。天命を知るとは、弱い五十となってようやく天から己に与えられた責任が何であるかを知ることだ。責任を知るまでは準備を怠ることなく、知ってからは力を尽くして実践する。死はそういう人だった。王は数多くいる。名臣名将もその時代ごとにいる。されど皇宮は天下にただ一人だけ。温厚で優しく光り輝いている人だ。世俗に染まった我ら弟子を前にして、死は亡くなるまで純真な若者であり続けた。諸国歴遊についてはいかように記録しますか？皆に揶揄されておるのです。かように諸国を巡ったのは炉で徴用されぬゆえ、他国で使えたかったからだと。後世の人と議論を戦わすことはできぬ。死は言った。光が強ければ強いほど影もまた濃くなると。皆は町が好きか？私は山や野が好きだ。町のどこが良いと思う？清潔さが、秩序があるからか。言っておくが、乱世には散々ハエが飛び回った。精進どもがハエのようにうるさく騒ぎ立てた。理解できぬことや見知らぬことに出会うと、連中はいつも決まって侮辱し罵るのだ。我らは弁解せぬ。仁義の火種を伝える、素晴らしい考え方です。もっと早く生まれたかった。さすれば死と旅ができたのに。まことにつらい旅だった。多くの人が加わっていつの間にか逃げ出していった。我らが行った旅、それは天地開闢以来初めてのものだった。先生、お早いですね。狼が鳴いていたな、一晩ずっと。確かに。シロ曰く狼は火に近寄らぬとか。狼は人を嫌っているのだ、卑劣ゆえな。洞穴に住んでいた古の人々と我らは変わらぬ。雷に怯え
互いに手を握り眠る。人は勇気で天道の力に挑むのだ。先生はあたかも陰陽家のようです。左陽家ならば陰陽家だ。山や川、大地といった自然に溶け込めれば世の争いは減ることだろう。時には人に失望するが、どんなにこの世が乱れきっていようとも、美しく愛すべきものもある。だから生きるのだ。我らの歩みは遅すぎます。家を離れるほど歩みは緩む。志向と申します。志向と申します。巨白玉様に拝謁を。よくぞいらした。先生はお元気ですか？息災です。巨白玉様はいかがお過ごしですかと先生から尋ねるよう言われまして。己の過ちを減らしたい、日々さように思っておるのですが、まあ、これがなかなかなくならぬもの。巨白玉様は先生の古いご友人と伺っています。そこでお願いに上がったのです。先生が A にしばらく滞在できるようお取り次ぎを。無理は申しません。許されぬ場合はおいとまして宋へ参ります。志向殿、私の話を聞いて陰で人の悪口を申す小人と思わないでいただきたい。拝聴いたします。王様はお年を召され、国のことは美子家が取り仕切っておる。ああ、なれば美子家様のお住まいに伺いましょう。美子家は自分の屋敷にはおりませぬ。住んでいるのは高級です。南氏夫人のところに住んでいます。何ですか？豪華な贈り物を女に渡そう。贈り物？この水の音はどこから聞こえるのでしょう？夫人は地面の下に竹の筒を埋めてそこに水を流しているのです。水の音は聞こえても流れているのは見えません。竹の筒を地面の下に埋めたですと？宮中の弟子志向が南氏夫人にご挨拶を。恐れ入ります。あなたにご用よ。今日は忙しい。用なら明日にしてくれ。美子家様にご挨拶を。ほんのつまらないものですがお納めください。その玉は竜王の顎の下にある宝珠という話で、夜も光り部屋を照らします。玉の腕輪は崑崙山の名馬十頭と交換して手に入れたもので、大変美しい品です。天下一の美女である南氏夫人にこそふさわしいかと。高級の弟子は口がうまいのね。腕輪は気に入ったわ。ねえ、何か言って。
わかった。皇太夫は天下の賢人だ。英でも邪賢には扱わぬ。ロデの待遇は？ロクは300石、宝が700個。英でも同様にしよう。ビシカ様のご厚恩に感謝申し上げます。それでは失礼します。待って。似合うかしら。あ、来た。ずいぶんかかりましたね。どうでした、手応えは？とてつもないぞ。とてつもないとは何がです。説明してください。鹿よ、これまでの修行が台無しになりかけた。あれは絶世の美女だ。あの、ちょっと待ってください。あなたは美女をあまたその目で見てきたはず。それでもナンシ夫人は仙女のような美女だ。いや、仙女さえ及ばぬ美しさだ。ん？ん？仙女さえ。しか、え、行くぞ。南紫夫人のお出かけだ。俺が道を開けろ、開けろ。どけ。エイの町は賑やかだな。そうですね。おい、先生、気をつけて。危ない。我らは高家の。おい、道を開けるのだ。どけ。どけ。どいてくれ。どうして。どくのだ。やめろ。待って。先生。先生。先生。こちらです。色より徳を好むというものなどどこにもいないゆえな。先生。先生。あ、先生はこっちだ。先生。美女を見たか。見たか。ん？見ていません。呆れた奴らだ。先生とはぐれ、こんな人はいないかと尋ね歩きました。頬が行に似ていて、首は宝冠の紅葉に似ている。肩は資産に似ていて、腰折り下は鵜に似た人です。しかもおろおろうろたえている。あたかも、野良犬だ。ほうよ、ほうよ、なんぞ徳の衰えたる。来たる世は待つべからず、行く世は追うべからず。素晴らしい描写です。何用ですか。こちらは炉の皇太夫のお住まいでしょうか。はい。
南紫夫人の使いのものです。夫人は皇太夫が学識のある方と聞き、敬意を示すためにこれらの花を。ああ、さようでございますか。先生に代わりお礼を申します。巨殿、道すがら村の年寄りたちから加と陰の歌をあまた習い、すべて記録しました。いつか司教という書を編纂し、これらを残しましょう。これも旅の意外な収穫です。なるほど、栄の歌をお求めとあらば集めさせましょう。栄養様のご講義に感謝いたします。放浪の身で領地や俸禄を賜る資格などないと申すに。先生、南紫夫人からの花籠です。噂に聞く生け花ですか、ご覧ください。繊細な白と黄色の花が細い葉の間で野趣を感じさせます。蘭は大きく葉を広げて籠の中から飛び出そうとしています。南紫夫人には秘めたものがあるようです。真感谢。